包丁をちょっとだけね立てると魚を裏返す回数が少なくて、成功って実はこっちのラインまで。アジのさばき方ということで、今更感もあるんですが、アジのさばき方を一から、紹介しようかと思いますと。この動画は基本的にはアジの三枚おろしを紹介する動画 で、その後に、アジのたたきでも作ろうかと思うんですけれど、アジのさばき方なんてね、たくさん動画が出回ってはいるんですけれど、多分ね、僕の経験上ね、他の動画見はしたんですけれど、このね、税後の処理だとかでね、僕の行ったお店でね、ああいう処理の仕方をすると、99% 怒られるさばき方が多かったので、今日はね、その辺のごまごまとしたところを紹介できたらなと思いますと。基本的にはね、こうね、税後を取って、アジってね、実はこう鱗があるんで、包丁でね、鱗をこそげて頭を落として、へそから包丁入れて、内臓を取り出して、血合いに傷を入れて、お腹を洗って3枚におろすということなんですけれど、僕がちょっと気になったのは税後の処理ね、税後ね、どこまで処理するんだっていう話なんですけど、大体ね、どの動画もね、この辺までしか処理してなくて、税後って実はこっちのラインまで繋がってるんで、ここのラインの税後と、この頭の落とし方、人によって、お店によってで、こうやって胸びれからハスに入れる人だとか、腹びれからこう直線に落とすのか、こうね、斜めに入れて落とすのかとかね、このあたりね、お店によって差はあるとは思うんですけれど、僕が習ったさばき方を、動画でね、お伝えしようかと思いますと。税後ね、税後落としていくんですけど、税後っていうのはね、ここにね、わかりやすくこのトゲのようなものが生えていまして、でこれをね、こう包丁で落とす人いるんですけど、基本的にね、包丁で落とすと、これね、どっちにしろ落としきらずに、でこの後にこうね、アジの皮を引くときに、こう皮をまな板にこう押し付けるじゃないですか。その際にね、ここにね、残った税後がね、まな板にね、くっつくんですよね。で基本的にね、包丁でここまで取らないと、非常にね、衛生的ではないものだと認識しているので、まずね、包丁で税後このラインまで取りますと。でこれね、頭を左に向けて取っていくんですけれど、僕の場合はね、お腹を下ではなくて、まずね、背中を下、こっちの向きにして、こっちの面から税後を取っていきますと。このね、税後を落とすときは、これどうしてもね、ここの身を削ってしまいがちなんですけれど、なるべくね、この銀皮を残すように薄くこの税後を削ってくださいと。ピッと外すんではなくて、ここからね、多少背中に寄りながらこう上がっていくので、包丁上下に動かすと、このままね、エラブタのラインまで税後が取れますんで、こういった形でまずは税後を外してくださいと。ここまで税後が外れたら、ここからね、鱗をかきますと。税後が残ってると結局包丁が引っかかって進みが悪いんで、そういった理由でね、税後を先に外してから鱗をかきますと。この際にね、下に力を入れすぎるとどうしてもね、身に負担がかかるので、なるべく優しくね、鱗はかいてくださいと。身をひっくり返してこっち側の税後を取っていきますと。なんで下の身から先に税後を外すのかというと、基本的にはね、飲食業の仕事ってね、時間との戦いみたいな、手を動かした分だけ生産性が上がるので、そのね、生産性を上げるためにちょっとでもね、動作のロスを少なくするように、下の身からね、こう税後を外して鱗をかいてと。なんでこっちからやった方が効率がいいのかというと、
まあここまではよくて、この後にね、頭を落とすじゃないですか。頭を落として、このねお腹を破る際に頭を落とした流れでそのままねお腹を裂くことができると、ということで、こっちのねこっちの下の身から先に処理していきますと。だからまあこうするとね、魚を裏返す回数が少なくて済むという、まあほんとねたかだか一手なんですけど、何十本とやると5分10分作業時間が変わってくるので、こういった順番で作業しますと。次にね、頭の落とし方なんですけれど、人によってはこのね腹びれからこうねハスに入れて落とすなんて方もいると思うんですけれど、基本的にねこの胸びれと腹びれがね一直線の魚っていうのは、いちいちね腹びれにこう包丁入れる必要がなくて、この腹びれにねこうハスに包丁入れる魚っていうのは、腹びれと胸びれをねつないだラインが、腹びれがもっとねこっちについてる場合なんですよね。こっちについてるとこのね角度がおかしなことになるんで、先にね腹びれに包丁入れてから胸びれを落とすと。アジの場合はねここまあ一直線でしっかりこのね頭のラインに並ぶので、このラインでそのままね一立ちで落としてしまいます。ここをねこうハスに入れてこの頭の身をね多く残すかどうかっていうのは、これはねもうそのお店の方針に従ってくださいと。僕の場合はねここは直線に落としてしまっていましたと。ここの落とし方は本当好みによってという感じだと思うんですけれど、でこの際のポイントとしてはね、まあ、胸びれの骨をこっち側の身に残さないように、ここねあんまりヒレの牙で落とすと、胸びれを支えているここの骨がこっちの身に残るんですよ。そうするとね、まあ、結局この骨を抜くことになって、その骨がね奥深くまで刺さっているので、その抜いた時にね身の断面が、まあ、ちょっとね汚くなりがちということで、まあ、このね胸びれの、骨はしっかり頭側に残して落としてくださいと。あとはねここ血合いを軽く掃除して、この状態から3枚に下ろしていきますと。内臓を洗ったら、ここでね一旦魚の水気を拭き取りますと。水気を拭き取ってから3枚に下ろしていきますと。3枚に下ろす場合は、まずね頭を右に向けて、お腹背中繰り返して、背中お腹の順に下ろします。なんでね、頭を右に向けた方の身から下ろすのかというと、魚ってね基本頭を左に向けて置かれてるじゃないですか。でそうするとねこっちの身っていうのは常に下になってる場合が多いんですよね。でまあ基本的にねアジなんかは引きでね半身ずつ使うなんてことはないんですけれど、ブリだとかねクエだとか大きい魚の場合は半身ずつ使っていくということが起きるので、その場合ねこのずっと下になって圧力のかかってた身の方が痛みが早いので、こちら側の身から、下ろしていきますと。で下ろす際は、まあ、これねお腹から包丁入れて中骨のラインまで包丁入れるんですけれど、まあ、どうしてもね一度じゃ包丁入れづらいと思うので、2回か3回かに分けてね、こういった形で包丁入れていきますと。まあお腹に入れたら背中に入れるんですけれど、まあなんでねじゃあお腹背中の順番で入れるのかというと、まあお腹に入れて背中に入れて最後ねこのあばら骨を切り離すんですけれど、あばら骨を切り離すっていう最後の工程が背中からの流れに沿った方がスムーズにあばら骨を断ち切れるかなと。こっちの下の身は、お腹背中の順番で下ろしていきますと。まあ、ブリだとか大型の魚の場合はねこれ骨に沿ってカチカチカチって音が鳴りやすいんですけれど、この音を鳴らそうとね無理にね包丁を下に圧力をかけるとこのねどうしても身に負担がかかるので、下に力を入れるというよりはこの中骨を探すというイメージで包丁を動かすと、まあ、いいんじゃないかなと。尻尾に向かって一度包丁を入れて、そこから最後ね、まあ、今度こっちの向きに包丁入れて尻尾を持って、このあばら骨を断ち切れば
自然とね下の身が下ろせます。あんまりねカチカチ言わさずともしっかりとねここの身は取り切れると思うんで、なんか無駄にね下に力を入れるよりは、まあ、優しくね触る程度でいいのかなと。今度ねこっちの上身、だから頭左に向けた時にね上に来てる身ですよね、こっちの身は背中から下ろすと。こっちはねお腹から下ろして、まあ、こっちはなぜ背中からなのかというと、この流れで、背中を下ろしてお腹を下ろした流れで、そのままね中骨を断ち切れるからと、背中側から下ろしていきますと。まあ、こっちもね、まあ、無駄にカチカチ言わさずとも中骨探して、優しくさばけば、まあ、変にね骨に身が残らずにさばけるかと思いますんで、まあ、この辺はね、まあ、何度かやればそこまで難しいことじゃないのかなと。最後ねこの切り離す際にこれ包丁をちょっとだけねこう立てると、ここのね肉を、中骨に残しづらいので、そこだけねちょっと意識して包丁を抜くと、まああまり骨に身を残さず下ろせるのかなと。あんまりカチ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 言ってないですけど、まあまあねしっかり下ろせてるのかなと。まあここまで来たら、あとはここからねあばら骨をかきますと。この時のポイントとしてはね、まあ、あばら骨はかくんですけれど、同時にねこの腹膜も一緒に取り除くと。あばら骨って、まあ、この辺までしか入ってないんですよ。腹膜はねこっちにも残っていると。あばら骨すいただけだとねここにどうしても腹膜が残るんですよね。まあ、でこの腹膜はね内臓に接してた部分なんで、まあ、少なからず匂いが残っているので、この腹膜もねしっかりと書いて、それからね残った骨を抜いて、お刺身にしてくださいと。まあここから骨を抜いていくんですけれど、骨を抜く際はこれね骨っていうのはこういう向きに刺さってるので、だからこういう向きにね抜くと。まあだからね無理にこうこっちからこの向きで骨を引っ張ると変に身割れしてしまうので、逆の向きですよね。こっちの頭に向かって骨を引っ張ると無理に傷つけることなく、骨を抜くことができますと。まあ骨抜き使って抜くんですけれど、なんかね水溜めたボールとかがあればこう軽くね揺すぐと簡単に骨落ちるので、まあ、ちなみにね今ちょっと小さい容器がないんでお皿でやっちゃってるんですけれど、これねお店とかで器を使ってこれをやるとものすごい怒られるので、基本的にはね、まあ、いらないタッパーだとかちっちゃいボールだとかを見つけてやった方が、怒られづらいですね。骨を抜いて、これねよくありがちなのは骨ってねどうしてもここから探してしまうんですけれど、頭側にも刺さってるんですよ。なのでここのね、頭を落とした断面におそらく 2,3 本あると思うので、まあ、ここの抜き忘れだけ気をつけてくださいと。全体の骨を抜いたら基本的にはねこれで魚の三枚おろし下処理は完成と。アジねこれはまああとは皮を剥いて切るだけでもいいんですけれど、まあ、もしねここで一手間ね臭みの処理をするのであれば、ザルに並べて薄くね塩を振りますと。小肌だとかサバとは違って、まあ、締めるというよりは、ざっくりとね表面の臭みを抜くイメージなので、まあ、ほんとね塩は少なめに、だ身の水分を抜くというよりも口に入れた時のこのアジの青魚っぽさを抑えるぐらいのイメージなので、まあ、薄めにね塩を振って 2,3 分置いてさっとね表面の水分を抜いて軽くお酢で洗ってから、お刺身に切りますと。うっすらと表面に水分が浮いてきたかなと、いったタイミングで、一度お塩を洗い流します。氷水にこうお酢ね、まあ、お酢を少し入れまして、
ここにねアジを入れて、まあ大体ね1分ぐらいですかね、先ほど入った塩を抜きつつ表面のぬめりを洗い落としつつといったイメージですかね。こうすることで、臭みはだいぶ抑えられるんではないかと。表面のねぬめりがしっかりと落ちたタイミングで氷水からアジを上げて、ペーパーかなんかでねこの表面の水気を拭き取って、それからお刺身にすると臭みのね感じにくいお刺身になりますよと。ここからねアジのたたきを作っていきたいと思いますと、まあ、水気が切れたら、アジのたたきを作っていくわけなんですけれど、アジの皮、この皮を剥ぐんですけれど、この皮はね、頭のね襟のをちょっと爪で押さえて、で包丁でね、まあ、こういった形で身を引っ掛けて、まあ、ちょっとね反動をつけると皮が少し浮いてくるので、そうしたら今度はこの状態から、身を裏返して皮をまな板に押さえつけるようにして、包丁をスライドさせるとアジの皮がむけますと。この時にねこのまな板に押し付けるのは、包丁の背中だから刃を押し付けると皮が切れてしまうんで、包丁の峰の方をこうまな板に押し付けて、でこの端をね、まあ、指で押さえて、包丁をまな板に押し付けながらこうねスライドさせていくとアジの皮がむけますんで、これね、こんな感じですかね。まあここからね、まあ、これこうハスに切っていけばアジのお刺身になりますし、まあ、ブツブツ切っていけばアジのたたきになると、まあ、今回これねアジのたたきを作るんですけれど、まあ、アジのたたきとねカツオのたたきって何が違うのかというお話を少ししますと、カツオのたたきってねなんか周りが焼いてあるじゃないですか。でアジのたたきっていうのはどちらかというと和え物みたいなね料理をしてるじゃないですか。もうそもそも語源が違うというね。でアジのたたきっていうのはこのね切り方がたたき切りっていうね、まあ、漁師料理ですよね。バスバス切っていったので、まあ、だからたたき切りが語源で、そこからできた料理がアジのたたきということで、まあカツオのたたきに関してはカツオに味をなじませるためにね、まあ、薬味なんかを乗せて身をねパチパチ叩いたらしいんですよ。その味をなじませるために叩いたから叩きという名前がついていると。薬味はね、まあ、好きな薬味を添えればいいと思うんですけれど、僕はねアジには生姜が合うと思うので、ちょっと生姜をね粗めに切って、ネギ、これは芽ネギっていうね、まあ一本一本がこんな感じの細いネギなんですけれど、ちょっと多めに、用意しまして、大葉っすね、そのまま下に敷いてもいいですし、嫌いでなければこのね刻んでたたきに一緒にね和えてもいいですしと。この辺はね好みで、あとはみょうがでもエシャレットでも白ネギでもごまでもお好きな薬味をあえて、アジのたたきの完成ですと。人によってはねここでね醤油、もう醤油も一緒にあえてしまう方もいますし、まあ、僕なんかはねこういった状態で、薬味とあえて、醤油は別でね用意して醤油につけて食べると。ここから何回か軽くね叩く方もいらっしゃいますんで、好みでお作りくださいませと。まあ今日は、アジのね三枚おろしを中心に、紹介させていただきました。こういうね初歩的なことも今後紹介していこうかなと。
思いますんで、人によってはねつまらなかったかもしれないんですが、今後ともよろしくお願いいたしますと。今日の動画は以上でございますと。ちなみにね、これ盛り付けるときにね、この皮目の銀色があるじゃないですか。なるべくね、この銀がね表に来るより盛り付けた方が、まあ、僕はね綺麗に見えるかななんて思ったりするので、まあ、その辺もね意識して盛り付けてみてくださいと。